スタートしました。方々揃いました。さあ先行争いに入ります。正面3度前2番のサリオス、8番のレイパパレ、リードは1馬身半、11番ハッピーグリーンが2番手、2馬身相手2頭、2番サリオスがインコース、その6番のワグネリアン、4コーナーその後ろモズベッロが外から上がってくる。さあ先頭8番レイパパレ、2番手には2番サリオス、12番のグランアレグリア、さらに外からは7番のコントレイル広がって、4コーナーをカーブ直線へ。さあ馬場の3部どころ4部どころに持ち出して8番レイパパレが粘っている。そして最内をついたのがサリオス、そしてそれを追ってグランアレグリア、7番コントレイル、オーストは1番のモズベルロ、あと 150m、 ババの真ん中粘る粘る8番レイパパレ、2番手争いは7番のコントレイルに1番のモズベルロ、モズベルロ2番手に上がってくる。先頭8番レイパパレゴールイン、6連勝で G1 制覇。